皆様こんばんは。スパックラジオの時間、朗読お届け日。パーソナリティのスパック俳優、布施明日香です。本日から映像配信が始まりました、愛が勝つお話、マレーヌ姫はご覧になったでしょうか明日5月3日は、その作品の演出家であるオリビエ・ P さんと宮城聡によるトークの配信が13時30分からございます。また、16時30分より、 雲の中からこれからの演劇をと題しまして、アナウンサーの中井美穂さんを司会に、柳美和さん、岩井秀人さん、谷野九郎さんをお迎えし、宮城を交えたトークを配信いたします。その後、18時45分より、アンティゴネ出演俳優スタッフによるコメントリレーの第2弾がございます。本日と同じように、その少し前より、 バック俳優によるアンディゴネのラストシーンの盆踊りのズームライブ配信もございます。そちらもぜひご覧ください。ブロッサム企画も引き続き花盛りです。実は、ヨタローアマビエを探すのエピソード2にちらっと猫が映っているんですけれど、そちらは私の猫でジオジオと言います。よかったら見てください。さて、ここからは朗読お届け便の時間です。 本日から4日間に分けて、コ田露伴の五重塔をお届けいたします。朗読いたしますのは、スパック俳優、安倍和則です。早速、安倍さんをお呼びしたいと思いますが、こちら、ズームでおつなぎしておりますので、回線によっては多少お聞き苦しいところが出るかもしれません。あらかじめご了承ください。では、早速お呼びしたいと思います。安倍さん、こんばんは。こんばんは。 よろしくお願いします。お願いします。高田露伴の五重の塔、私も一位お客さんとして楽しみにしているので、はい、あのまず安倍さんの方から少し作品の話などをしていただいて。はい。ええー、まああの1892年に書かれてる明治25年かなに書かれたお話で、はいはい、ええー、もう130年近く経ってるんだよね。まああのあらすじとしては。 谷、えー、中の漢王寺という、えー、お寺があってそこにあの、はい、老ン商人という、まあ、立派なお坊さんがいるんだけど、はい、そこでそのお寺で五重の塔を今度建てることになってそれを、まあ、お寺の本堂なんかも作った川越の源太という棟梁が、まあ、建てるだろうと誰しもが思っていたところへのっそり十兵衛と呼ばれている大工がですね、はい、突然この お寺に現れて、えー、老苑証人に、はい、この自分に五重の塔を建てさせてくれないかと、えー、言い始めるわけですね<ー>それでまあさあさどうなっていきますかっていうお話なんだけれども、はいまあ、登場人物としては大工の棟梁の川越の玄太、えー、その女房のお吉、はい、それから玄太、うん、にお世話になっている大工の聖吉は それからのっそり十兵衛とその女房のおなみ、でこの夫婦には猪之助という猪猪、うん、て呼ばれてますけど、えー、小さい男の子もいます。うんえー、あとは、えー、まあいろんなお坊さんやら何やら出てきますが、はいまあ、その辺は聞いていただければと思います。わ、はい、かりました、阿部さんの和芸がすごい楽しみな。 もう本を、ね、読む読、見る分にはずいぶん豪華というか、はい、いう感じなんだけど、こう聞いた時にね、いちいち意味を追っちゃうと、ちょっとあ<ー>あの大変かなと思うので、はいまあ、この五重塔に関しては、日本語というか、言葉の持っている色というか、うん、耳障りっていうのかな、そういうのを楽しむ感じで聞いていただければと思います。はい それではお聴きください高田露伴五重の塔木目麗しき欅堂淵にはわざと赤菓子を用いたる頑丈作りの長火鉢に向かいて話しがたきもなくただ一人 少しは寂しそうに座りいる三十前後の女。男のように立派な眉を、いつ払いしか沿ったる後の青々と、見る目も寒むべき右後の山の色をとどめて、緑の匂いひとしをゆかしく、鼻筋つんと通り、目尻キリリと上がり、洗い髪をぐるぐると無ごく丸めて、 ひっさき髪をあしらいに一本差しでぐいととどめを刺した色気なしの様はつくれど憎いほど真っ黒にて艶ある髪の毛の一房二房遅れ乱れて朝黒いながらしぶけの抜けたる顔にかかれる趣は年間嫌いでも褒めずにはおかれまじき風亭我が物ならば 着せてやりたい好みのあるにと、知れものが随分頼まれもせぬ戦維を陰ではすべきに、さりとは見えを捨てて、仇を自慢にした身の作り方。柄の選みこそ野暮ならね、たかが双子の綿入れにしュスエかけたをきて、どこに紅臭いところもなく、引っかけたねんねこばかりは、 昔何なりしやら荒い島の伊藤利なれどこれとて幾度か水をくぐってきたやつなるべし。今しも台所にてはおさんが物を洗う音ばかりして矢打ち静かに他には人ある様子もなく何心なくいたずらに黒文字をひた先でなぶり踊らせなどしていし女 ぷつりとそれを噛み切ってぷいと吹き飛ばし、火鉢の灰かき鳴らし、炭火手よく行け、芋かごより小ぎれ取り出し、銀ほど惹かれる長ごとくを磨き、落としを吹き、銅子の蓋まで綺麗にして、さて南部あられの大鉄瓶をちゃんとかけしのち、石村様参りのついでに箱根へ寄ってきし者が、 姉声おみやとくれたらしき寄席細工の小ようなるタバコ箱を、右の手に持ったべっこうらをのキセルで引き寄せ、のどかに一服吸うて、先行の煙るようにゆるゆると煙を吐き出し、思わず知らずため息ついて、多分は、うちの手に入るであろうが、憎いのっそり目が、 向こうへ回り、去年こうてやった恩も忘れ、商人様にごますり込んで、立って今度の仕事をしようと、身の分も知らずに願いをあげたとやら。聖吉の話では、商人様にえこひいきのお心はあっても、なさえ響かぬのっそりに、大事の仕事を任せられることは、段家方の手前、 きしんじゃがたのてまえもむかしかろうなれば、だいじょうぶこちにいいつけらるるにきまったこと、よしまたのっそりにいいつけらるればとて、あれめにできるしごとでもなく、あれめのしたにたってはたらくものもあるまいなれば、みごとでかしそんずるはめにみえたこととのよしなれど、はやくうちのひとがいよいよごよういつかったと、 笑い顔して帰ってこられればよい。るいの少ない仕事だけに、ぜひしてみたい、受け合ってみたい。よくとくはどうでもかまわん。谷中寛王寺の五重塔は、川越の源太が作りおった、ああ、よくでかした関心なと言われてみたいと面白がって、いつになく商売に気の弾みを打っておらるるに、 もし、この仕事を人に取られたら、どのように腹を立てられるか、感触を起こされるか知れず、それも道理であってみれば、脇から私の慰めようもないわけ、ああ、何にせよ、めでとう早く帰ってこられればよいと、口には出さねど女房をたぎ、今朝、後ろから、 わが縫いし、羽織、打ちかけ、着せて出したる男の上を気遣うところへ、表の骨太鼓をし、手荒く分けて、姉子、兄貴は、何、看護師へ仕方がない。それでは姉子に、すみませんが、お頼み申します。ついゆうべ、へべまして、と、あとは言わず、いな手つきをして話せば、 眉頭にしわを寄せて笑いながら、仕方のないもないもの、少し閉まるがよい。と、いい,いいたって、いくらかの金を渡せば、それをもって門口にいで、何やらくどくど押し問答せし据え、こなたに来たりて、げんこつで額を抑さえ、どうもすみませんでした。ありがとうござりまする。と、無礼な礼をしたるもおかしい。 火は別に取らぬから、こちへ夜るがよい。と言いながら、重げに鉄瓶を取り下ろして、目下にも除細なく愛嬌をくんでやる桜よいっぱい。心に花のあるあしらいは、口に言葉のあだしげきより懐かしきに、悪い頼みをさえ、すらりと聞いてくれしうえ、胸にわだかまりなくさっぱりと常のごとくしなされては、 聖吉、かえって裏恥ずかしく、どうやら魂の底の方がむずがゆいように覚えられ、茶わん取る手もおずおずとして進みかぬるばかり、すみません、という事業を二度ほど繰り返せしのち、ようやく乾ききったる舌を潤す間もあらせず、今ごろの帰りとはあまりかわいがられすぎたのう。<laughs> 遊ぶはよけれど 仕事の間を書いてお袋に心配させるようでは男ぶりが悪いではないか、聖吉。そなたはこの頃、中町の甲州屋様のご本宅の仕事が済むとすぐに、根岸のご別荘のお茶席の方へ回らせられているではないか。うちのも遊ぶは随分好きで、そなたたちの先に立って騒ぐはまいなれど、 仕事をおろそかにするは大の嫌い。今、もしそなたの顔でも見たらばまた、例の青筋を立つるに決まっているを知らぬでもあるまいに。さあ、少し遅くはなったれど、お袋の持病が起こったとかなんとか、方便はいくらでもつくべし、早うネギしへ行くがよい。ごささまも分かった人なれば、一日をふてて怠けぬに免じて、 見透かしても旦那の前はかぼうてくるるであろう。おお、朝飯がまだらしい。さんや、何でもよいほどに午前をそちへこしらえよ。湯豆腐に浜鍋とはゆかぬが、新漬けに煮豆でもかまわるなのう。二三杯かっこんですぐと仕事に走りあれ走りあれ。<laughs> 眠くてもゆうべを思えば我慢のなろうに。 生を惜しむな、辛抱せよ。よいわ。弁当も松に持たせてやるわと。苦くはなけれど、効き目ある薬の行き届いた意見に、汗を出して身の不始末を外る正直者の清吉。姉も、では、ご厄介になってすぐに仕事に突っ走ります。 と、わしづかみにした手ぬぐいで額ふきふき、勝手の方に立ったかと思えば、もうザラザラザラっと口の中へぶち込むごとく茶漬け飯五六杯。早くも食うてしまって出てきたり、さようなら行ってまいりますと、肩ぐるみに頭をついと一つ下げてキセルを収め、壺屋の両下げ三尺を帯に、さすがは木きへどっこかたぎ、草利つっかけ角口いずる。 途端に今まで黙っていたりし女は急に呼び止めて、この二三日にのっそり目に会うたかと、石から飛んで火のい出しごとく声を走らし問いかくれば、聖吉振り向いて、会いました、会いました。しかも昨日、御天坂の霊ののっそりがひとしをのっそりと、 した鳥のようにぐたりと首を垂れながら歩いているを見かけましたが今度はこっちの棟梁の向こうに立ってのっそりのくせに及びもない望みをかけ大丈夫ではあるもののいくらか棟梁にも姉子にも心配をさせるその面が憎くって面が憎くってたまりませねばやいのっそりめと。 頭から毒を浴びせてくれましたに、あいつのことゆえ気がつかず、やい、のっそりめ、のっそりめ、と、三度目にはそばへ行って大声で怒鳴ってやりましたれば、ようやくびっくりして、袋に似た目で人の顔を見つめ、ああ、聖吉兄か、<laughs> と、寝ぼけ声の挨拶、やい、 貴様はだいぶいい男になったの。荒野の星場へ夢にでも登ったか体操高いものを立てたがって、関王寺の和尚様にごまをすり込むという話だが、それは正気の沙汰か寝ぼけてかと冷やかしを真っ向からやったところ、ははは、姉も、薄呪い奴というものは正直ではありませんか何と返事をするかと思えば、 わしもずいぶん骨を折ってごまはすっているが、源太親方を向こうに立てているので、どうもごまがすりづらくて困る。親方がのっそり貴様やってみろよと譲ってくれればいいけれどもの。<laughs> と、ばかに虫のいい答え。ははは、思い出しても。 心配そうに大真面目臭く言ったその面がおかしくてたまりません。あまりおかしいので肉っけもなくなり、べらぼめと言い捨てに別かれましたが、それぎりかへえ、そうかい。さあ遅くなる。構わずに行くがよい。さようならと聖吉はおのが仕事におもむきいける。あとは一人でものをもい、表では、 無心の子供たちが駒あての遊びに声声かしましく一人殺しじゃ二人殺しじゃざまを見よう敵を取ったぞとわめき散らす思えばこれも順順敵の世の様なり世に栄え止める人々は 初下月の移り替えも何の苦しみなく、紬に、伊藤織に、斧が好き好きの木抜きて、寒さに向かう貧者の心配も知らず。やれ、ロビラキじゃ、やれ、口切りじゃ、それに間に合うよう、是非とも取り急いで茶室仕上げよ、待合のひさしうえよ。 夜はのらしぐれも一服やりながらでのうては面白く窓打つ音を聞きがたしとの贅沢言うて木枯らしすさまじく金の根凍るようなってくるつらき冬おば心よいものかなんぞに心得らるれどその茶室の床板削りにかんな研ぐ手の冷え渡りそのひさしの大和垣ゆいに吹きさらされて 先釈も起こすことある職人風情は、どれほどの悪い業を前の世に成し起きて、同じ時効に人とは違い、悩め苦しませられるものぞや。とりわけ職人仲間のうちでも、世さに疎く、心よきうちの人。腕は、源太親方さえ去年いろいろ世話してくだされし折に、立派なものじゃと、 褒められしほど確かなれど、応用の気立てゆえに仕事も取りはぐりがちで、いいことはいつも人に取られ、年中嬉しからぬ暮らし方に日を送り、月をかうる味気なさ。膝頭の抜けたを辛くも埋めつづった桃引きばかり、我が夫にはかせ置くこと、女の身としてはよその見る目も恥ずかしけれど、 何もかも、品がさする不ょいに是非のなく。今、ぬう、のが渡入れも、洗いざらした松坂島、丹精一つで着させても、着させばえなきばかりでなく、見ともないほど張り目がち。それをさっきはがんぜない幼心と言いながら、母様それは誰がのじゃ小さいからは俺のベベか嬉しいの と喜んでそのまま表へ駆け出し、珍しゅう暖かい空気に浮かれて小座を持ち、空に飛び交う赤とんぼをはたいて取ろうと、どこの町まで行ったやら。あ、はあ、考え込めば仕事も嫌気になってくる。せめて腕の半分もうちの人の気心が働いてくれたならば、こうも貧乏はしまいに。 技はあっても宝の持ち腐れの例えの通り、いつその腕の現れて万人の目に留まるということのあてもない。たたき大工、穴掘り大工、のっそりといういまいましいあだ名さえ追わせられて、仲間内にもかろしめられる歯がゆさ恨めしさ。陰でやきもきと私が思うには似ず平気なが、憎らしいほどなりしが、 今度はまたどうしたことか、寛王寺に五重の塔の立つということ聞くや否や、急にむらむらとその仕事を是非する気になって、恩のある親方様が望まるるをも構わず動欲に、このような身代の身に引き伏うとは、ちと偉すぎると、連れ添う私でさえ思うものを、他人は何と噂するであろう、ましてや、 お様は定めしにくいのっそり目と怒ってござろう。お吉様はなおさら義理知らずのやつめと恨んでござろう。今日は大抵どちらにか任すとひと言、商人様のお決めなさるはずとて、今朝出ていかれしがまだ帰られず。どうか今度の仕事だけはあれほどうちの人は望んでいられるとも。 こちは文に応勢ず、親方には義理もあり方々、親方の方に商人様の任さるれ,ればよいと思うような気持ちもするし、また、親方様の待機にて、別段怒りもなさらずば、うちの人にさせて見事成就させたいような気持ちもする。ええー、気のもめる、どうなることか。 とてもうちにはおまかせなさるまいが、もしもいよいようちの人のすることになったら、どのようにまあ、親方様、お吉様の腹立てられるか知れぬ、ああ、心配に頭の痛む、またこれが知れたらば、女のいらぬ無駄心配、それゆえいつも体の弱いと、優しくて無理な小言をうくるであろう。もうやめましょう、やめましょう。 ああいた、と、薄いものある青い顔をしかめながら、即行しの張ってある左右のこめかみを縫い物捨てて両手で押さえる女の、歳は二十五、六。目鼻立ちも醜くからねど、うまきもの食わぬに油気少なく、きめ荒れたる様哀れにて、ぼろぎ物にそそけがみ、ますます悲しき風情なるが、 つくづく一人んずる特しも台所の仕切りの破れ障子がらりと開けて、母様、これを見てくれと、犬が言うにびっくりして、そなたはいつからそこにいたと言いながら見れば、渋いた六分いたの切れ端を積んで、ありありとまねび立てたる五十のと思わず母親涙になって、ほう、いい子ぞ。 と声曇らしいきなり猪野に抱きつきぬ。当時に名うての万丈川越の源太が請け負いて作り成したる谷中寛王寺のどこに一つ否定を打つべきところあろうはずなく五十条時期合天城の本堂橋を欺く長き回廊 いくつかの客殿、大和尚が今、茶室、額と所家のいるべきところ、栗、浴室、玄関まで、あるは荘厳を尽くし、あるは堅固を極め、あるは清らかに、あるは錆びて、おのおのそのよろしきにかない、結構少しも申し分なし。そもそも微々たる窮忌をふるいて、 かほどの大事をなせるはたれぞ。女を聞けば、その頃の三つ子も合唱礼拝すべきほど世に知られたる、宇だの老園商人とて、早くより、身の部の山に警察の苦学を積まれ、中頃六十余衆に雲水の修行を重ね、美シャナの産業に弱城の栄権を研ぎ、 死守の叱坦に再度の法音を響かせられたる七重猶予の老和尚。骨は俗界の燻戦に咲くるによって鶴のごとくに痩せ、真菜子は人生の噴雲に飽きて半ば眠れるがごとく。もとよりえくうのりを大して意欲の炎を胸に上げられることもなく、涅槃の心を絵して。 執着の色に心を染まさるることもなければ、同等を起こし伽藍を立てんと望まれ死にもあらざれど、徳をしたい、封を仰いでより来たる学徒の意図多くて、それらのものが雨露しのがんたよりも元のままにてはなくなりしまま、なお少し道の広くもあれかし、何度つぶやかれしがねとなりて、 道徳高き商人の新たに規模を応急して寺を建てんと言いたもうぞとこのこと八方に広まれば中には徒弟の利口なるが自ら振るって司法に馳せ漢王子建立に寄付を勧めて歩くもあり働き顔に商人の公徳を述べ説き聞かし富豪を勧めて記者せしむる信徒もあり さなきだに、日頃より随気活合の思いを運べる者、運家のごときに、この勢いをもってしたれば、神諸行より下後町人まで、先を争い財を投じて、我一番に福殿へ種主を投じて、後のよう安くせんと、譜者は小金白金を、貧者は百銅二百銅を分に応じて寄進せしにぞ。 百戦海にいるごとく、瞬く暇に金銭の驚かるるほど集まりけるが、それより、世才にたけたるものの世話人となり、用人となり、万事万端取り行うて、やがて立派に成就しけるとは、聞いてさえ小気味の良き話なり。しかるに失会成就の暁、用人頭のためえ 不審所入用所雑費一切締めくくり手抜かることなく決算したるになお大金のあまれるありこれをばいかになすべきと薬草の遠藤諸とも神ある頭に神なき頭突き合わせて相談したれど別に首相なる分別もいでず電池を買わんか旗買わんか他も旗も余るほど寄付のあれば 今更またこの城剤をそのようなことに費やすにも及ばじと思案に余して面倒なりよきに計らえとしわがれたる恩声にて言いたまわんは知れてあれど恐る恐る遠藤ある時おぼさるる道もやとうかがいしにうーん おうてよとただひと言言われしぎり振り向きも下回わずべっ甲縁の大きなる眼鏡の内よりかすかなる目の光を放たれて何の京やら論やらを黙々と読み続けられけるがいよいよ塔の立つに決まって例の源太に「つもりがきいだせ」と遠藤が言いつけしを知ってか知らずか 商人様にお目通り願いたしと、のっそりな騎士は、今より二月ほど前なりし。今とはいえど、汗に冷め風に変わりていな色になりし上、幾度か洗いすすがれたるため、それとしも見えず、襟の印の時差へおぼろげとなりし、反転を着て、 次の当たりし古も,も引きをはきたる男の髪は誇りにまみれて白け表は日に焼けて品なき様子のなおさら品なきがうろうろのそのそと勘王寺の大門を入りにかかるを門番尖り声で何者ぞと怪しみただせばびっくりしてしばらく目を見張りようやく腰をかがめてバカ丁寧に 大工の十兵衛と申しまする。ご不信につきまして、お願いに出ました。と、おずおず言うそぶりの、なんとなくふには落ちねど、大工とあるに大方、玄太が弟子かなんぞの使いに来たりしものならんと推して、通れと、一言、王兵衛に許しける。十兵衛これに力を得て、 あたりを見回しながら、皇后式玄関前に差し掛かり、お頼モーす、と、二三度言えば、ネズミ衣の生体頭、川わゆらしき小坊主の、王と答えて正直引き明けしが、応接に慣れたるものの芽早く人を見て、式台までも降りず突っ立ちながら、用事なら栗の方へ回れ、 とつれなく言い捨てて生じぴっしゃりあとはどこやらの木になく火をの声ばかりして音もなく響きもなしなるほどと独り言しつつ十兵衛栗に回りてまた案内をこえば容認ためえもん司祭らしき理屈顔をして立ち入れ見慣れぬ棟梁な。 いずくより何の用事で見えられたと、身なりの粗末なるに、はや侮り、かろしめた言葉遣い。十兵衛さらに気にも留めず、私は大工の十兵衛と申す者、商人様のお目にかかり、お願いをいたしたいことのあって参りました。どうぞ、お取り次ぎくだされまし。と、神戸を低くして頼みいるに、 じろりと、十兵衛が赤臭き頭より白の鼻緒のネズミ色になった草履吐きいる足先まで寝目おろし、ならぬならぬ。商人様は、俗用におかわりはなされぬわ。願いというは何か知らぬと言うてみよ。次第によりては、我が取り計ろうてやる。と、さもさも万事心得た用人めかせる歳物ぶり。 それを無頓着の男の不器用にも突き放して、えいえ、ありがとうはござりますれど、商人様にじきじきでのでは、もうしても役に立ちませぬこと、どうぞ、ただ、お取り次ぎを願いまする。と、こっちの心が一本気なれば、さきの気に触る言葉とも侵赦せず、押し返し言えば、ためえもん。 腹には我を頼まぬが憎くて怒りを含み、わけのわからぬ男じゃのう。商人様は、貴様ごとき職人らに耳は貸したまわんというに。取り付いても無役なれば、わしがはかろうて餌せんと甘くあしらえば付き上がるいぶ分。もはや何もかも聞いてやらん。帰れ帰れと、精人の常とて、ごきたちまち荒くなり、 にべなく言い捨て、たたんとするにあわてしじゅうべ、ではござりましょうなれど、と半分言うまなく、うるさいやましいと打ち消され、奥の方に入られてしもうて、ぼんやりと土間に突っ立ったまま、手の内の蛍に抜けられしごとき思いをなしけるが、ぜひなく声を上げてまた案内をこうに、口ある人のありやなしや、 うつさむき大事の新感と、響きのみは我が耳に落ちきたれど、しわぶき一つ聞こえず。玄関に回りてまた頼むといえば、先見たる肉げな利口坊主のちょっと顔出して、栗へ行けと教えたるにと、つぶやきて早くも正じぴしゃり。また栗に回り、また玄関に行き、また玄関に行き、栗に回り、 ついには遠慮を忘れて本堂にまで響く大声を上げ、頼む、頼む、お頼み申す、と叫べば、それよりでかき恋を追い出して、バカめと罵りながらためえもん、ずかずかと立ちいで男ども、この気違いを門外に引き出せ。創造式を嫌いたもん商人様に知れなば、我らがこやつのために叱らるべし、との下事。 心得ましたと、先より男部屋に転がりし、男ら立ちかかり引き出さんとする。土間に座り込んでいだされじとする十名。それ手を取れ足を持ち上げよと大勢口々に罵り騒ぐところへ。公園の花、二子三子挟んで床の眺めにせんと、境内あちこち商用されし、老園商人。 木時きの墓を着て左の手にお見なえし桔梗右の手に主の握りのハサミ持たせられしまま図らずここに来かかりた玉犬何事にののしり騒ぐぞと商人が下したもう鶴の一声のお言葉に軍弱の共柄なりをとどめて 振り上げし拳を隠すにところなく、前僧の問答にありやありやと言いかけしまま一括されて腰の砕けたるごとき不税なるもあり、まくり縮めたる袖を決まり悪げに下ろして、こそこそと人の後ろに隠るるもあり。天を仰げる鼻の穴より火炎も吹くべき凶満の怒りに、息高ぶりしためえもんも、 少しは恥手や首を垂れ、手を揉みながら、己がほっとうになるにぜひなく、ありし次第を我がたに水引き水引もしいずれば、痩せしなびたる顔に深く長くついたる法令の筋をひとしを深めて、にったりと緩やかに笑いたまい、女のように軽く柔らかな声小さく、 それならば、騒がずともよいこと、ためもん、そなたがただ素直に取り次ぎさえすれば、司さえは能てあろうものを、さあ、ベー衛のとやら、わしについてこっちへおいで、とんだ気の毒な目に合わせました、と万人に敬い、慕わるる人は、また格別の心の行き方。 身がくをかろんでず、げすをも侮らず、親切に物さしく先に立って、静かに導きたもう後について、うかつな根性にも慈悲のしみ通れば、寒涙とどめあえる十べい。だんだんと、赤土のしっとりとしたるところ、飛び石の絵心に敷かれあるところ、青りの影深く、 四方地区の色ゆかしく茂れるところなど、巡り巡りすぎて、ささやかなる折戸を入れば、花もこれというはなき小庭のただ物さびて、裏が型の灯籠に松の落ち葉の散りかかり、方正宿の蝶子鉢に苔のむせるが見る目のちりをも洗うばかりなり。商人、庭た脱ぎ捨てて上に上がり、 さあ、そなたも、こっちへ。と、言いさして、手にもたれし花をさそくにつり花池に投げ込まれるにぞ、十べえ、なかなかおめずおくせず、手ぬぐいで足はたくほどのことも気のつかぬ男とて、なすことなく、草履脱いでのっそりと三畳台目の茶室に入り込み、花つき合わすまで商人に近づき座りて、 黙々と一礼する様は礼儀に習わねど十分に偽りなき心の誠を表し幾度かすぐにもいいでんとしてなお開きかぬる口をようやくに開きて舌の動きもたどたどしくごごごうのうのお願いにいでましたわ。 五重塔の,のためでござります」とやぶから棒を突き出したように尻も立てて声の調子も不ぞろいに辛くも胸にあることを額やら脇の下の汗とともに絞り出せば商人思わず笑いを催され「何か知らねえどわしオーバー怖いものなぞと思わず遠慮を忘れてゆるりと話をするがよい」。 栗のどまに座りこうで動かずにいた様子では何か不幸を思い詰めてきたことであろう。さあ遠慮を捨ててせかずにわしをば友達同様に思って話すがよい。とあくまでやさしき心ぞえ。十兵。 もろくも袋と常々悪口をくる鈴まなこにはや涙を浮かべて「はいはいはいありがとうござりまする」。思い詰めてまいりました。その五十の塔をこういう野郎でござります。ご覧のとおりのっそり十兵衛と悔しいあだ名をつけられているやっこでござりまする。 しかし、お商人様。本当でござりまする。仕事は下手ではござりません知っております。私は馬鹿でござります。馬鹿にされております。育児のない奴でござります。嘘はなかなか申しませんお商人様。大工はできます。大隅流は子供の時から。 五島建川二つの流儀も合点いたしておりまする。させて、五重の塔の仕事を私にさせていただきたい。それで参りました。川越の玄太様がつもりをしたとは五六日前聞きました。それから私は寝ませんわ、お商人様。五重塔は、 百年に一度、一生に一度立つものではござりません。恩を受けております玄太様の仕事を取りたくは思いませぬが、ああ、賢い人は羨ましい。一生一度、百年一度のいい仕事を玄太様は去るる。死んでも立派に名を残さるる。ああ、羨ましい。 うらやましい。大工となって生きている生きがいもあらるるというもの。それに引き換え、この十兵衛は、のみちょうなもっては、玄太様にだとて、誰にだとて、打つ隅縄の曲がることはあれ、万が一にも、遅れをとるようなことは、必ず、必ずないと思えど、 年が年中、長屋の羽めの繕いやら、馬子や箱どぶのかずしごと。天童様が、知恵というものを俺にはくださらないうえ、仕方がないと諦めて、諦めても、まずい奴らが、宮を作り、道を請け負い、 見る者の目から見れば、立てさせた人が気の毒なほどのものをこしらえたを見る度ごとに、ないない自分の不運を泣きますわ。お商人様、時々は悔しくて、腕もないくせに知恵ばかり達者な奴が憎くもなりまするわ。お商人様、 源太様は羨ましい。知恵も達者なれば腕も達者。ああ、羨ましい仕事をなさるか。俺はよ、源太様はよ、情けないこの俺はよ、と羨ましがつい高じて、かかにも口きかず泣きながら寝ましたその夜のことを。 五重の塔を貴様作れ、今すぐ作れと恐ろしい人に言いつけられ、<laughs> うろたえて飛び起き様に道具箱へ手を突っ込んだわ半分夢で半分うつつ、目が全く覚めてみますれば。 指の先をつばの実につっかけてけがをしながら道具箱につかまっていつの間にかヤグの中から出ていたつまらなさ安堵の前につくねんとすってああ情けないつまらないと思いました時のその心持ちお商人様わかりまするかえわかりまするかこれだけが 誰にでもわかってくれれば、塔も立てなくてもよいのです。どうせ馬鹿なのそり十兵は死んでもよいのでござりまする。腰抜けのこのように生きていたくもないのですわ。それからというもの、本当、本当でござりまする商人様。晴れている空を見ても、 明かりの届かぬ部屋の隅の暗いところを見ても、白木造りの五重の塔がぬっと突っ立って私を見下ろしておりまするわ。とうとう自分が作りたい気になって、とても及ばぬとは知りながら、毎日仕事を終わるとすぐに世を込めて、五十分の一の雛形を作り、 昨夜でちょうど仕上げました。見に来てくだされ、お商人様、頼まれもせる仕事はできて、したい仕事はできない悔しさへ、不運ほど情けないものはないと、わしが嘆けば、お商人様、生地できずば不運も知るまいと、かかめが、それをば揺り動かしての十回、無理とは聞こえぬだけによけい泣きました。 お人様おじいに今度の五重の塔は私に立てさせてくだされ拝みますとここの通りと両手を合わせて頭を畳みに涙は塵を浮かべたり木彫りの羅漢のように黙々と座りて 菩提樹の実のずずくりながら十兵衛が拉らちなき十回に耳を傾けいられし商人。十兵衛が頭を探るを制しとどめて、わかりました。よく画展が行きました。ああ、殊勝な心がけを持っておられる,る。立派な考えを蓄えていられる,る。学徒どもの示しにもしたいような。 わしも思わず涙のこぼれました。五十分の一のひな形とやらもぜひ見に参りましょう。しかしそなたに感服したればとて今すぐに五十の塔の仕事をそなたに任せるわと軽はずみなことをわしの一人決めで言うわけにもならねば。 これだけははっきりと断っておきまする。いずれ頼むとも頼まぬともそれは表立ってわしからではなく勘王子から沙汰をしましょう。ともかくも幸い今日は暇のあればそなたの作ったひな形を見たし案内してこれよりすぐに そなたが家、わしを連れていてはくれぬか。と少しも容体を飾らぬ人の、辻道明らかに言葉しぶりなく言いたまえば、十兵衛、満面に笑みを含みつつ、米つくごとくむやみに頭を下げて、<laughs> はい、はい、はい、と答えおりしが、願いをお取り上げ下されましたか。はあ ありがとうござりまする。私のうちへおいでくださりまするとは、もったいない。ひなたは、じきに私めがもってまいりまする。ごめんください。と、いいさま、さすがののっそりも、えずに今日して常にはにず、大げさにひとつぽっくりと礼をばするやいなや、飛び石にけつまずきながら、かけいだして我が家に帰り。 帰ったと一言女房にも言わず、いきなりにひな型持ち出して人を頼み、二人して一席急ぎ、勘をおじへと持ち込み、商人が前に差し置きて、帰りけるな、商人。これをよく見た者に、初十より五十までの釣り合い、屋根ひさしの勾配、腰の高さ、たるきの割り振り、 不倫、受け花、露伴法事の体裁までどこに嫌なるところもなく、水際だったる才くぶり。これが、あの不器用らしき男の手にてできたるものかと疑わるるほど巧みなれば、一人ひそかに断じたまいて、かほどの腕を持ちながら、むなしく渦漏れ、 名を発せず世を振るものもあることか。脇目にさえも気の毒なるを当人の身となりてはいかに悔しきことならん。暴れ、かかるものになるべきならば手柄を得させて他年抱ける心頼みに背かざらしめたし、草木とともに朽ちてゆく人の身は、もとより因縁けわ合。 よしや、惜しむとも惜しみでかいなく、とどめてとどまらねど、たとえば、小田組の道は小なるにせよ、それに一心の誠を委ね、命をかけて欲もあらましは忘れ、汚き思いも起こさず、ただただのみをもってはよくほらんことを思い、かんなをもってはよく削らんことを思う心のたっとさは、 金にも銀にもたぐえがたきを、わずかに残すよすがもんなくて、いたずらに北望の土にうずめ、みじのつとともたらしさらしめんことを思えば、哀れしごくなり。両目衆を得ざるの悲しみ、公私世に入れられざるの恨みも、せんずるところは変わることなし。よしよし。 我はからずも十兵衛が胸に抱ける無価の宝珠の美行を認めしこそ縁なれ、こたびの仕事を彼に言いつけ、せめては少しの報いをば彼がまことの心に得させんと思われけるが、ふと思いよりたまえば、川越の源太もこの仕事を事のほかに望める上、彼には 今度送り客殿作らせしちなみもありしかも積もりがきまではやなしいだして我が目に入れしも四五日前なり腕は彼とて鈍きにあらず人の受けははるかに十兵衛に超えたり一つの仕事に二人の万丈これにもさせたし彼にもさせたしいずれにせんと 商人もさすがこれには迷われける。明日辰の国ごろまでに自身当時へ来るべしかねてその方仕事を仰せつけられたき胸願いたる五十の塔の儀につき商人きにお話あるべきよしなれば 衣服唐失礼なきよう心得て出頭せよと厳かに口上をのぶるは弁舌自慢のエン延ンとて唐辛子を無駄とたしなみくらえるたたり花の先に現れたるおどけなしょふだならば南蛮王将といえるあだ名を呼びて冗談口聞き合うべき間なれど 今度混流中長席顔を見しより、おのずと慣れし馴染みも今は薄くなりたる上、思想らしゅう意義を繕いて、人差し指中指の二本でややもすれば突破網なりの頭のてっぺんを書く癖ある手をも、衣の袖に主将臭く隠し入るに、玄太も、敬い慎つつんで承知の胸をかしら下げつつ答えるが、 女債なきお吉は、我が夫をかかる竹乳にまでよく言わせんとてか、帰り際に、出したままにしてゆく茶菓子とともに、いくらか包み込み、ぜひにと言うて取らせけるわ、思えばけしからぬ伏せの仕様なり。エンチン、十兵衛が家にも至りて同じことを述べ帰りけるが、さて、 その翌日となれば、玄太はひげそり酒焼きして衣服を改め、今日こそは商人の自ら我に御用を仰せつけらるるなるべけれと勢い込んで、栗より通り、とある一間に待たされて座を正しくし控えける。様こそ変われ、十兵衛も心は同じ針を持ち、導かれる,るまま打ち通りて、 一気のなきに寒さわく、一間のうちにただ一人つくねんとして、今や商人の呼びたもうか、五重の塔の仕事を一切そなたに任すと言いつけたもうか、もしまた、我には命じたまわず、元太に任すと決めたまいしを我に断るため呼ばれしか、そうにもあらばなんとせん。浮かむよしなき 埋もれぎの我が身の末に花咲かん頼みも長くなくなるべし。ただ願わくは、商人の我が愚かしきを憐れみて、我に言いつけたまわんことをおと、くしゃく二枚のからかみに、金宝銀をかけりまうその白模様の美しきも目に留めずして、ぼうぼうと闇地に物を探るごとく、 思いを食うに漂わすことやや久しきところへ、例の利口げな小坊主いできたりて、宝城様の召しますほどにこちらへおいでなされまし。と、先に立って案内すれば、諏訪や望みの叶うとも叶わざるとも定まるときぞと、愚かな男も胸を騒がせ、導かるるまま従いて一間のうちへずっと入る。

首しおしおと、己が膝に勢いの泣きたそうなる目を注ぎるに引き換え、源太郎は、子犬を見下ろす表しの風に挑んで、戦虐の岩尾の上に立つ風情。腹に十部の強みを抱きて、背をも曲げねば肩をも歪めず、すっきりしゃんと構えたる容体といい、器量といい、 水際だったる男ぶり、番人が番人ともすかずにはいられまじきやっぱり小気味のよき男なり。されども世俗の剣下には落ちぬ心の明鏡に照らして彼これ共に愛し上辺の美衆に露なずまれざる商人の かえっていずれをとも昨日までは選びかねられしが、思いつかるることのありてか今日はわざわざ二人を呼び出されて一間に待たせおかれしが、今しも,しもしずしず今をいでられ、畳踏まるる足も軽く、先に立ったる小坊主が襖あくる後よりすっと入りて座につきたまえば。 二人は敬い慎みて、共に等しく神戸を下げ、しばらくあげも餌ざりしが。ああ、いじらしいや。十兵衛が辛くもあげし表には、まだよなれざる里の子の貴忍の前にいでしように恥を含みてくれないさし、額のしわのく筋の溝にはにじみ出し汗をたたえ、 花の先にも玉を沸かせば、脇の下には雨なるべし。膝に置きたる骨太の指は、枯れたる松がえごとき頑丈作りにありながら、一本ごとにそれさえもわなわな震えて、一心に、ただ商人の一言を、一語の大事と待つ少子さ。玄太も、 目して言葉なく耳をすまして目を待つ。どちらをどちらと分けかぬる二人の心をくみて知る商人もまたなかなかに口を開かん様すがなくしばしは静まりかえられしが「源太十兵衛もに聞け」。 今度立つべき五重の塔は、ただ一つにて、立てんというは、そなたたち二人、二人の願いを双方とも聞き届けてはやりたけれど、それはもとより叶いがたく、一人に任さば、一人の嘆き、誰に定めて言いつけんという決めどころのあるではなし。 薬草、用人らの分別にも及ばねば、わしが分別にも及ばぬほどに、この分別は、そなたたちの相談に任す。わしは構わぬ。そなたたちの相談のまとまりたる通り取り上げてやるべければ、やく、 家に帰ってて相談してこよわしが言うべきことはこれぎりじゃによってそう心得て帰るがよいぞ。さあしかと言い渡したぞもはや帰ってもよい。しかし今日はわしも暇で退屈になれば茶話の相手になってしばらくいてくれ。 浮世のうわさ何度わしに聞かせてくれぬか。そのかわりわしも古い話のおかしなを二つ三つ昨日見いだしたを話して聞かそう。と笑顔優しく友達かなんぞのように二人をあしろうてさて何事を言い出さるるやら。小坊主が持って騎士茶を 商人自ら組みたまいて進められれば、二人とももったい流れて恐れ入りながら頂戴するを、うん、そう遠慮されては言葉に角が取れいで話が丸るゆかぬわ。さあ、歌詞も挟んではやらぬから勝手につまんでくれ。と高月押しやりて自らも天目取り上げ喉を潤したまい。 面白い話というも、よ捨て人のわしらにはそうたくさんないものながら、このごろ読んだお経のうちにつくづくなるほどと感心したことのある。聞いてくれ、こういう話じゃ。昔、ある国の長者が2人の子を引き連れてうららかな天気の折に、 香りのする花の咲き、柔らかな草の茂っている広野を、楽しげに遊をしたところ、水はだいぶに夏の初めゆえ枯れたれど、なお清らかに流れて、岸をあろうている大きな川に入れおうた。その川の中には、玉のような小石やら、銀のような砂でできている美しい巣のあったれば、 長者は今日に乗じて一広ばかりの流れを無造作に飛び越え、あなたこなたを見回せば、巣の後ろの方もまた一広ほどの流れで丘と隔てられたる別世界。まるで浮世の生臭い土とはかけ離れた正常の地であったまま、一人喜び喜んで予約したが、 渡ろうとしても渡り得ない二人の子供が羨ましがって呼び叫ぶを哀れに思い、そなたたちには来ることのできぬ症状の地であるが、さほどに帰たくば渡らしてやるほどに待っていよ。見よ見よ、我が足元のこの小石は、いちいち蓮華の形を成しおる世に珍しき小石なり。 我が目の前のこの砂は、いちいち五金の光を持てる類いまれなる砂なるぞ、と解き示せば、二人は遠目にそれを見て、いよいよ焦り渡ろうとするを、長者は静かに制しながら、大水の時にても猫着になったるらしき、シのロのひの一ろあまりなをかけ渡して、橋としてやったに、 我が先へ、そなたは後にと、兄弟争い、攻めいだ末、兄は兄だけ力強く、弟をついに投げ伏せて、害の勝ちをえたに誇り高ぶり、急ぎその橋を渡りかけ、半ばにようやくいたりしおとき、弟は起き上がりさま、悔しさに力を込めて橋を動かせば、兄はたちまち水に落ち、苦しみもがいて巣に達せしが、 この時、弟ととははや、その橋を難なく渡り、声かくるを見るより、兄もその橋の橋を人より揺り動かせば、もとより丸木の橋なるゆえ、弟もたまらず水に落ち、わずかに長者の立ったるところへ濡れしたたりてはい上がった。その時、長者は短足して、そなたたちにはなんと見ゆる。 今、そなたらが足踏みかけしより、この巣はたちまち前と異なり、小石は黒く見にくくなり、砂は黄ばめる常の砂となれり、見よ見よいかに、と告げ知らするに、二人は驚き、なこを見張りてみれば、全く父の言葉に少しもたがわぬ砂小石。 ああかかるものとらんとてかわゆき弟を悩ませしかたっとき兄をおぼうらせしかときょうだいともにはじ悲しみて弟のたもとを兄は絞り兄のもっそう弟は絞りて互いにいたわり慰めけるがかの橋をまた引ききたりて巣の後ろなる流れに打ちかけ はや、この巣には用なければ、なおもあなたに遊びあるかん。そなたたち、まずこれを渡れ。と、長者の言葉に、兄弟は顔を見あいて、先には二ず、兄上先にお渡りなされ、おととを先に渡るがよいと譲り合いしが、歳順なれば、兄、まず渡るその時に、ろびやすきを気遣いて弟は橋を揺るがぬようしかと押さえる。 その次に弟と渡れば、兄もまた揺るがぬように押さえやり、長者は苦なく飛び越えて、三人ともにいとのどけくそぞろに歩むそのうちに、兄が図らず広いし石,石を弟とが見れば、美しき蓮華の形をなせる石。弟とがつまみ上げたる砂を兄がぞけば、目もまばゆく五金の光を放ちていたるに、 兄弟ともども喜び楽しみ、互いに得たる幸せを互いに深く散々し合う。その時長者は、懐より誠の玉の蓮華を取り出し兄に与えて、弟にも誠の砂金を袖より出して大事にせよと与えたという。話してしまえば、子供騙しのようじゃが、 物説に嘘はない。子供騙しでは決してない。噛み締めてみよ味のある話ではないか。どうじゃそなたたちにも面白いかわしにはたいそう面白いが。と軽く言われて深くしむ。比う方便も恩胸のうちにもたるる誠から。玄太。 十兵衛、二人とも顔を見合わせて呆然たり。続く。安部さん、ありがとうございます。はい、どうも。<laughs> 大丈夫ですかはい、楽しんで聞いてました。なんかこう、やっぱりちょっと聞いたことがない感じの音の並びだけど、はい、ね、ちょっとね、 贅沢な感じは僕なんかはするけどね。はい。登場人物っていうか、その主要な人が変わるたびに、うん、こう、なんか色が違うっていうのが、すごいわかるっていうか、うあの、なんかあんまり出しちゃうとね、なんか、っていう感じじゃなくなっちゃうし、<laughs> ね、いろ<ー>んなところだけど。あの、最初が奥さんたちから始まるのが、ちょっと意外で、でもなんかそのしっとりした感じっていうか、うん。 そ,その色があるからこそのなんかその後のノストリジューベイみたいなのがは、うん、<laughs> すごいこういう風うに進んでいくんだと思ってそうそうはいあすいませんすごいなんかちょっとい,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 いっぱい感想を言っちゃってねこうやってあのローエン証人からまあその話を聞かされて <laughs>、はい、さあいよいよ家に帰ってゲンタとジューベイがどういう話相談をするかっていうところから明日は始まりますはいはい、はい、ぜひお願いします。はい 安部さんありがとうございました。はい、それでは今日はここまでとなります。このラジオ番組の収録編集はスパーク俳優の野口俊介が担当しております。パーソナリティは同じく俳優の布施明日香でした。それではまた明日雲の上でお待ちしています。おやすみなさい。